ヤタビです、今日はですねマークの外し方やろうと思います。いい？マークの外し方、はい、じゃあディフェンスとオフェンス出てもらおうかな、はい、じゃあ北さんが普通にじゃあマーク外す形やってもらえばいい。俺ディフェンスやるわ、はい、ボールがこうやってあってゴールここだよね、はい、で俺ディフェンスですよ、マーク外してください。っていう形ね。これマーク外れてますか？外れてない。いや、大事なんだよ、うん、本当はできるんですよね、行きましょう、はい、ここですよね、マーク外れてますか？で、俺マーク外すって俺のこの視野の中からずっといますよ、この中に。はいはい、ね、俺だってさっきから撮ってると分かると思うけど、俺このまま徳丸さんのことも北さんのこと全部見えてます。やってください、お願いします。さっきの、はい、ほら見えてるっていうとこなんですよ、はい、だからこれどうするかって、じゃあ北さんが、はい、じゃあディフェンスやってください、はい、俺だったらここでね、こっち行きたいな、裏だよね、ここ入って、ディフェンスの目線、さっきの手広げてください。これをひっくり返したいんですよ、こうでもいいよね、ね、これそしたらどうします？北さん、オフサイドかもしれないんだけど、はい、ポジションによって入って問題ないですよね。そうですね、ね、けどバスケットでもあるんじゃないの、こういうのって。こういうのばっかですよね。だからネイマールがこうやってタランタランって言ってますよね。でこうやってボールサイド逆行くでしょ。でこれオフサイドポジションとかさ、ほらダラダラ下がっていいのかって話になってくるんですよね。ライン下げるなってやるでしょ、うんうん、上げてくださいよ、上げてください。いいんだよ、俺別にこれで置いてかれてもここで背後でタイミングだけ見てね、はい、だれってこれで終わるじゃん。だからコーナーキックのが J リーがすごい多いですよね、そういうのね。ね、だからまあよくあるのが簡単なのは、北さん立ってる時に8の字でこう入る。今の分かった？8の字というかここで消える、はい出せって、はい出せって、今の分かった？はいはい、やってみてください。ここでそう、ここでおーってこう終わるよね。一番簡単なやつですよね。もう一回こっちは消えるじゃん、下がって、そうこの動き。だから戻りオフサイドだけ気をつけないといけないんだけど、ここでもう一人最終ラインいたらさ、カバーリングいるわけだ、マンツーマンプラスでっていうところはちゃんと見ましょうね。だから大事なのはここでバックステップ大事かな。バックステップスーッと入る、はいって一瞬でもいなくなること大事、はい、ね、裏に入るで入っていうのとかね、うざいですね、鬱陶しいですよね。やってみます？ね、裏の取り方でしょ、要するにその形。だブラジル人とかでやってるの細かいのいきます。ここでねやってんのはいるじゃないですか、あいつらね。俺どうなんだろうと思うんだけど、聞くのかな。ここでなんすかそれってやられたら普通だったらどうする？だから気になんない、なんなの。そうしたら見てくださいよ、これで違うよ、こっちを見ない、こっちを見るでしょ、はい、見た人がはいとかって。あ、なるほど、こっち話しといた間に、そう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 、すごいんですよ。だからここでこういうのとかいや分かった、やってるよ、もうクレイジーなやつだね。こうやって、はいって、ほら。こんなやつ見たことないですね。やってるやついる。北さんは見たことないでしょうね。こうやって、こうやって。徳川さんやってみる？ハンドしちゃうかどうか。ディフェンスですね。ディフェンスで、ここで、こうやって。
腹立たない。これやばいよね。こっちよりこっちにいた方がなんだよって。そうでしょ、そうでしょ。こっちにいます。絶対嫌ですね。あの、わかんないけどファールになっても責任は取りません。そっちのさ、監督さってこうやってありますからね。うまいねって、超うまくねって、あれこの間さイオンにさ、はいってこういうねありますからね。いるんだよ。わかんないの？わかんないから、いるよね。はい出せってこうやってね。まあでもこれぐらいの何か工夫は大事と。相手とこの目線を外すって大事なんですよ。ただこれを実際やったら怒られると思いますよ。監督いたらね。ね。ただあるんだよっていうところはぜひ見てほしいと思います。はい、ということで、はい、チャンネル登録お願いします。